1986年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第38回大会である。86年シーズンは前年度の圧倒的な強さからホンダのフレディ・スペンサーを中心に展開すると見られていたが開幕戦原までトップを改装中に腕の痛みを訴えて途中リタイア。その後スペンサーは終始手首の故障に苦しむことになり、 レースエントリーすら、まともにできない状態となる。結局スペンサーはその後も何度かカムバック果たした、ものの不本意な形で、WGP でのキャリアを終えることとなった。変わって1年を通し主役となったのは、ヤマハのエディ・ローソンであり、リタヤアした、オランダ GP 以外はすべて表彰台を獲得し7勝を上げる圧倒的な強さで2回目のタイトルを獲得した。 一方、スペンサーを思わぬ形で書いたホンダは、オーストラリア人のワインガードナーがスペンサーに代わるエースとなり、WGP 初勝利を含む3勝を挙げて、大きな飛躍を遂げた。その他、ケニー・ロバーツが、新たに、チームラッキー・ストライク・ロバーツ・ヤマハを結成し、WGP に参戦、同チームに起用されたラインディ・マモラはシーズンを通して、好成績を残し、 ランキング3位となった。250cc クラスでは、ベネズエラのカルロス・ラバードが、ヤマハのマシンで強さを見せ、リタイアも多かったものの最多の6勝を上げ2回目のチャンピオンを獲得した。また、日本人ライダーの平忠彦が、キャリア初となる、WGP フル参戦を果たし、怪我で苦しんだものの最終戦3マリの GP で、初勝利を上げた。 125cc では、ガレリのファウストグレシーニとルカ・カダローラが、チームメイト同士での激しいタイトル争いを展開し、それぞれ4勝ずつ挙げたが結局、カダローラが、僅差でチャンピオンを獲得した。80cc クラスでは、スペインのホルヘマルチネスが、ステファンドルフリンガーの連続タイトルを4回で終わらせた。一方で、アンヘルニエトが、 今シーズンを最後に引退を発表。引退までにニエトが挙げたグランプリ90勝はジャコモ・アゴスチーニンに次ぐ歴代2位の記録であった。シーズン終了後にホッケンハイムリンクにおいて開催された 80cc クラスと 125cc クラスのイベントはバーデンビュールテンベルク GP としてそれぞれのクラスのチャンピオニシップの一戦に正式に 加えられた。ありがとうございます。